カゴかこれ。あ、帽子が。まだるにゃだからいいでしょ。横行ってみてよ。なんか対象物がないと大きさわからんの。あ、人のね。そう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 。横ちょっと立ってみて。ちょっと触ってみて、そこ赤い。うわうわ力持ち。全部入らん。入らんね。はい、インド帰ってきました。今4時ちょうど4時10分です。4時10分。どうでした？よかった、よかった、無事歩けてね。え、よかったね、うん、意外と元気意外と元気さすが。疲れた疲れた。でも 痛くはな、ちょっと指が痛いな。あ、いい山でした。大変最高だったね。最高な山でした。お天気が良かったからさ、眺めも山もなんかすごく、あの岩岩がね、うん、このコースはどうでしょう、中級者向け。いや、じゃ日帰りだったらもう絶対中無理やね。なんか今日みたいな条件ね、天気とか見晴らしとかだったら、なんかこう一泊してゆっくりしたいかなっていう気もあるな、うん、あの岩の上でゆっくりね、うん、のんびりで。そしたらあの薬師山荘しかない。薬師じゃなかった、あの何山、鳳凰山荘しかない。まあ薬師でも結構ふあの古い感じの。あ、そう、あの YouTube じゃないの、山旅行で見たけど寒い寒い。上全部ガランドだから、全然仕切りがないから、寒いかなって思う。あ、寒いんだ。うん、でも、布団はふかふかそうだよね。うん、ね。布団である人見たら。なんかスタッフさんも明るそうな人で。え、いい？おじちゃんか。おじかな。おじちゃん。独特だったね。トイレはお金払ってね、とか言って。じゃあ入るときに、一緒に払ってもらいました。行って入ればよかったかな。そう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 。まとめて払ったな。ま、そう、まとめて払ったから払ってないように思われちゃったよね。そう、多分そうよ。まああの人、あの人に悪気はないんだけど、そういう人がたまにおるから、まあちょっと注意しようかなみたいな。何気にこう見てるんだよね、多分トイレに行くときにね。まとめて払いましたって言った。あ、言った言った。でまだこっから歩かない。そう、こっからまだね、だいぶあります。であの駐車場のさ、電動もまた真っ暗になってあそこ行くから、その時に入ればいいんだ。お風呂、青木高専でお風呂をいただくから、その時に駐車料金払えばいいかな、うん、ここまでは車で移動なの。え、あ、タクシーしか入らない。うん、タクシーしか入らない、はい、じゃあ歩いてからか。あ、手前にちょっと広場あったよ。じゃあそこまで。そこは、まあ、いけるな、もう、歩いてきゃ。これ、右？右だね。書いてあるね。私ね、なんかね、頭痛がちょっとしてますね、今。頭痛？そう。いかんね。なんだろうね。あの、急に降り
てくるとそういう風になるよね。やっぱりそういうことかな。そう、気圧の加減かな、うん、なんかちょっとね、私今日は大丈夫だけどね、そんなたまにあるね、うん、南アルプスのどっかだよね。仙城と甲斐駒と鳳凰と。で来年来ただけ？愛のだけ？行けたらいいね。うん。で何泊したら？帰りは北アルプスタクシーから。うん、バス乗って行くでしょう、うん、でそのバスがその駐車場まで来てるんだ。そう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 、駐車場、うん、えまたバスで帰ってくってこと？どれぐらい？いやだって降りてきたところがもう駐車場に近いところに降りてくる。じゃあ行きはバスで行かねえか。そう、帰りは奥までバスで行って上で戻ってくる感じ。両線で戻ってきて下に降りるとだいたい駐車場の辺に帰ってくるから、うん、で何泊したの？一泊。一泊じゃ私たちは2泊じゃあまた行こうね、うん、このペースを見たらわかるでしょ、うん、2泊が楽しめる。2泊の方が楽しめる、うん、下の肩小屋、肩の小屋しかやってなかったの今年はね。肩の小屋だよね、あの間で来ただけ降りたところで泊まりたかったんだけど。リニューアルってことは来年は綺麗ってこと？そう、来年は綺麗だよ、めっちゃ。山梨は高騰だね。高騰。ああ、野菜のうどん。え？ここ、山梨？山梨。山梨ってね、あれだよ。鳥もつ肉。意外と。へぇ。そう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 、おいしそう。もう今何食っても多分おいしい。まだおにぎりあるんじゃないの？2個。おにぎりでしょう。2個買って2個しか食べてない。そうなんだよ、もうおにぎり食べたくない。明日食べようかな。腐るような中身じゃない。塩おにぎりと、あ、いいじゃん。赤飯。あ、ダメ。まあ、でも赤飯は涼しいところに置いといた方がいい。一応今日コンプリートなんでお祝いで赤飯を。あ、そういうことか。いや赤飯が好きなの。いや好きじゃない。好きじゃないけどお祝いで、あの赤飯でも食べようかなって。お祝いに同行させていただいて。いやいやいや、逆に逆にす。まといになりますね。言うわ。多分ね、2人だとこの計画は立てなかったから、この1日っていうのは、うん、私も充電止まりだと思ってたの。本当、できるんで運転するって言いたい。そうそう、それが大きかったんだって。ああ、そっかそっか。あれで2人で運転していくとさ、つらいな、ね、うん、バテバテになった。20分だったら行くよ。今日ね、日帰りのパターンでも長い。去年よりもまた記録が伸びたよ。長い長い。本当。去年は13ぐらいしかなかった。でも去年行ってさ、1月から上がってるのに、帰りはさ、三ツ俣のあの岩岩が体力消耗したの。もう本当やばかったな、あれ。その後の長い長い運動、うん、さっきみたいに辻浦折りでさ、降りてこないかも、ね、全然さ、距離が稼げんわけよ。あ、はいはいはい。こういう風になってるなんて。はいはい。全然辻浦折ってさ、でそのうち、なんかどうかなって、別に幻が見えてきて、もう元気。走り走りあるとかさ、だからね、浮きに見ちゃったよ、もう。浮きに言ってたね。黄色い葉っぱなのに、これが見えてきたって。いやー、もう疲れていたか、と。一応、あれ、息子、あれ、本谷橋を目指して、歩いてて、全然普通の丸太がさ、こうやって、川だからあるじゃん。うん、あの、流れてきたやつが。うん、ああ、橋がやっと来たなぁ、でも。どこに橋があるって。あるじゃないか、橋。はっ。ああ、もうちょっと、幻覚、出てきてるなぁ、って。槍から、横だっけ、うん、走ったんよ。なんか、あの、ハイになっちゃったね。ああ、まあ、
あの景色。スリートハイみたいな。なんか走りたくなっちゃった。終わったらもう帰って、なんか下界で美味しいもの食いたい。でもさ、お店がないでしょ、あの辺。ちょっと走っても。あ、アンキア。何アンキアっていうあの。あ、アンキアって私たち閉まっとったね。うんうん、あ、閉まった、うん、すぐのところね。うん。それ、閉まったね。そう。だからそれを逃したらもう全然なくて。あ、それ逃しちゃいかん。そう。で、町まで行って、結局焼肉の境だったり。ああ。違うな。何やったスタミナ太郎じゃなくて。焼肉キングだからなんか。あ、焼肉キングか。平湯の森のお風呂。平湯の森でさ、焼肉食べやすくね、撮ったのみたいな。平湯の森行ったな。お風呂。行った行った。露店がいっぱい。あれ、あの露店いるよ、あんなにあれ。多いよね。多い。あの時さ、私先に出てきたじゃん。うん。あの後まだ奥にもあったわ。まだあった。うん。ちゃっちゃ。あ、あの部屋の中でしょ。違うよ、元に。浅いね、寝湯みたいなの。うん。うん。あの奥でしょ。なんか休憩するとこかなと思って行ったら、うん、お風呂だった。あ、そう。こんなにいる？でもまださ、あんな件あって同じお湯の温度とかだと嫌だけど、ぬるいとこと暖かいとこがあったからさ、うんうん、よかった。そう、あのレストランがさ、ザコミだったんだよね。ザコミだったね。そう。で、前、あそこでヤリーから帰ってきた時に食べた焼肉が美味しかったんだよね。そう。もう一回食べようって言ったら、そう。で、アンキア通ったけど閉まってたの。もう閉まる寸前だったから、うん、やめた。アンキア行った。そこは何があるの？定食とか？ジンギスカンとか。そう、ジンギスカンだって。焼肉とか。あ、焼肉もあったんだ。何でもある。お、カツカレーとか。じゃあまた何かの機会の時はそこだね。飲みたくなっちゃう。とか、うん、親困るな。そうそうやん、困るんだあれ。困るな。あれ、このメニュー絶対飲みたいやつやんと思って。飲み屋さんだもんね。ああ長いな。小室圭さん受かったんだね。あ、やっとこさっとこ、うん、よかったじゃんだけど。いいのよ、その一回で受からんくっても別に。あ、ちょっと俺もそういうなりかけとるよ。あ、でも富士山もう行ってきたの？あ、行ってないっす。もう見送りました、今年は。もう閉まっちゃってるのね。下から行くのね、ここ。下から？5合目からでしょ？でもさ、5合目からだと日帰りで、あ、自分の車で行けるときにね。どっちで行く？何よ？何よ？ね、一番楽なコースに決まっとるやん。うん、吉田口じゃないの？吉田口が長いから。吉田口の帰りすばしりって言うとったで。すばしり今ね、すばしりじゃないよ。違うの？違う。ジグザグ、ジグザグ降りてくるだけだ。なんか。昔みたいに直行で、わーっと降りてくるコースないよ。ツイッターで、楽なコースどこって聞いたら、そこって。まあ楽だよ、一番。言うてきたよ。ああ、じゃあそこにしよう。一番早いのは御殿場だね。うん、だけど、初心者が行くおすすめは吉田口だよ。その急じゃない。初心者はね。だから、山小屋の数やってる。え？吉田の方が山小屋がいっぱいあるから。山小屋は寄らないから。そう、だったら、御殿場の方が。ああ。スムーズ。車止めれる？同じじゃないかな。なんか、津軽ラインとか、なんかられへん。御殿場の方からは、宝永山に寄れる。あ、そうなん？うん。ね、下の方だったら、宝永山に行く。でもさ、雪が降ってるからさ、どういう雰囲気かわかんない。降ってるとか、溶けてないけどね。うん、おぉ、なんかすごい。あれ、すごいなんかね。トトロの家みたいな木があるわ。あれ。今からね、お風呂入って、この、車にこれが挟んであったんで、駐車料金か。駐車料金と、お風呂と、
両方済ませたいと思います。こちらですね。やってんのかな。営業中。こっちか。こっちや。なかなか風情が。風情が。景色。ここで洗うみたいですね。お風呂いただきました。いやーさっぱりしましたね。鉄、やっぱり青木鉱泉というだけあって鉄の匂いがしていいんですかね、体にね。まあすっかり暗くなりましたけど安全運転で行こうと思います。はい、ということで、はい、今10時20分帰ってきました。よく寝れたでしょ。いつの間に10時だ。寝たね。知らないうちにみたいな。ごめんなさいね。ね、美味しいラーメンも食べてね。うん、美味しかったね。ね、よかったね。今日は全部で17キロでした。17キロだった。はい、うん。頑張ったね。今度は10キロぐらいのところに行きましょう。うん、そうだな、10キロぐらい。距離10キロ、標高差1000ぐらいで。そうですね。また誘ってください。はい。私たちが行けそうなプランを見つけたの。そうだね。うん、はい。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。